オリックスが、メッツ参加 3A シラキュースの藤浪晋太郎投手に興味を示していることがなのかまでに判明した。福田純一 GM が今季のマイナーでの登板試合を時々に現地で視察しており、今後の藤浪の動向次第では獲得へ本腰を入れる可能性がある。正気かよ。和製コービエ獲得や。おいやめろ、非藤三原則破るな。ダメです、阪神しかダメです。パリーグならどこでもいいです。おいおい崩壊させるのは自分とこだけにしろよ、回り巻き込むな。来年は左打者が強いところが有利になるのか。左相手でも当てるぞ。どうせ戻ってくるなら抱え込んでた方が安全だからな。壊される側に回るなら壊す側に回るってことか、you know。ウエスタンの打者は震えて眠れ。ついに藤波と森のバッテリー見れるんか？藤波森とか絶対客呼べる。ロートル乱獲は暗黒感が強まる。見境なく補強を始めた時のオリックスは弱い。伊川取った時と同じ流れ。オリックス暗黒時代復活しそうやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。